キヨです。キヨです。6号の解説動画ですね。キヨですから入らないの。いいんです。僕の名前はいいんです。はい、まあ、次の限定、はい、まあ、後期型6号、後期型6号、これね調べたらね4年ぶり、はい、あ、そんな前ですか。前回2020年だった。ほうほうほう。なんか結構頻繁にやってる感覚はあったけど、まあそうです ね、まあ、4年っていうとあれそんな久々かっていう感じありますね。なんか4年だとさ、結構この4年の間に常連さんになった人も多分、はい、ああ、ね、結構いると思うの、ね、だからさ、もう前回のとか食べてない人の方がむしろ多いんじゃないっていう気も、まあ、そうですね、まあ、僕普段渡辺にほらいないんで常連さん把握できてないんですよ。まあそういうね、後期型6号なんですが、はい、まずね、ちょっとさ、6、はい、後期型6号ってそもそも何の説明から、まず、後期型っていうのと6号っていう2つの説明が必要だと思うんですが、まず、そうすると初期型と、まあ、6号の説明じゃない？ 6 号からいきます。はい、まあ、6号ね、僕がね、大学1年、2年生の時にオープンしてね、なんだこれっていう。2005年ですね、オープン4月、ね、高野馬場のね早稲田通り渡った、はい、一風堂の もうちょい手前か、手前ですね、うん、まあ、昔天下一品があって、そうね、向かい側ぐらいのイメージです ね、に東京ヌードル6号っていうお店をね、はい、まあ、オープンして、それがまあ濃厚豚骨、うん、ドロドロ豚骨で、まあ、オープンしたわけだよね。ですね。で、まあ、それ食べてんだよね。初期型2回ぐらい行ってますね。ああ、まあね、そう、まあ、今言ったね、まあ、今日言った初期型っていうね、まあ、オープンの時は豚骨でオープンしたんですが、まあ、まあ、流行んなくて。まあ、僕、中は知らなかったんで、僕は美味しいと思って通ってたっていうか、うん、まあ、行ってたんで、あ、なくなった。まあ、売れなくて。で、まあ、リニューアルをしてね、豚骨魚介に変えたと。はい、で、まあ、それが、いわゆる後期型6号っていう僕らが呼んでるラーメンで、今回はそれを、まあ、再現。はい。再現。まあ、復活させたっていう。まあ、そうだね。いい印象ですから。うん。いやーね、僕ね、6号好きでね。だからあれ、うちに入ったのはさ、渡辺が好きでじゃなくて、6号が好きだって。で入った。六号が好きでもう強いですね。うん、渡辺が好きだった。だからもう六号食べて渡辺にはしごしてましたから当時。で六号なくなるじゃないですか。すぐ、うん、もう2年ぐらいしか。いや俺1年ぐらいじゃん営業としては確か。2005年から2007年ですよ。2007年の冬あたり。もう1月2月ぐらいに1年半ぐらいってことかなくなってますね、うん、マジかって、うん、でその心を埋めるのに渡辺に行ってて、うん、でまあ、僕弟いるんですけど弟から、うん、どうやら町田に6号みたいなラーメンがあるぞっつって、うん、町田行きました、うん、そしたらね、まあ、元井なんですけど、うん、あの小栗旬の偽物みたいな麺あげてて、いやすみません元井の説明もしてよちゃんとさ、もうこれ見てる人さ元井町田元井って言われてもさ、ま、はいってなるからさ、いや僕でも当時モンドラーメン食べ行ってたぐらいなんで、うん、元井の説明、いやだやったね、その渡辺スタイルがやってたお店、あ、まあ、そうですね、うん、渡辺スタイルがやってた町田でやってたお店、あれなんですか、6号が終わったと、うん、閉まって、閉まったと、じゃあそういうラーメンをやろうっていうので、まあ豚骨業界じゃないですか。うん。うん、で、まあ今のパイクラスターズね、うん、立ち上げて、が店長として立ち上げて、でまあ近いラーメンを作ってて、うん、いやこれはありがとうっていう、それぐらい6号が好きで、うん、でこの限定を作るにあたってもやっぱ思い入れありますよね。うん。ただやっぱね、その記憶の美化っていうんですかね、うん、もっと美味しかったんじゃないかとか、なんかもろもろ考えるとちゃんとできてるかどうか不安です。よく、まあ、さっき食べたけどさ、
大丈夫でした、うん、あんな感じだったと思うよ。いや本当ね、これなんか2年に1遍ぐらいやってちょっと確認しながら、うん、6号だねっていうのを、うん、まあ、お客さんにも、うん、確認してもらって、そうね、ていうか今ここまでダラダラ喋ってるけど、はい、あのラーメンの説明がどういうラーメンかっていう説明が全くまだされてないんだけど、いります。炊いた感触はただの豚骨魚介ラーメンです。でもよくできてますね。あれが20年前ですからね。そうだよね。今食べてもあちゃんと美味しくて、まあね、まあジャンルとしてはさ、もう豚骨魚介っていうだけでもう一言で終わっちゃうんだけど、ええ、でもまあまあ個性はあるよね。ありますね。同じようなああいう感じの豚骨魚介どっか食べれるって言ったらない、まあ、っていうか、まあ、あれか、浜田がね、浜松でねやってる、ええ、あの浜田山、まあ、浜田も結局、まあ、結局って変だけど六坊が好きだったんだよね。みんな大好きです。六坊が好きで、でうちに入って、で自分で独立する時も ああいう味でやりたいって言って、まあ今ね浜松の浜田山があれに近い味か、もっと濃厚な印象です。まあそうだね、もっとね濃くはしてるけど、でもまあそれぐらいで似た豚骨業界ってないもんね。そうですね、まあ当時探しましたからね。うん、だまあ、うん、解説になってるかどうかわかんないですけど、そういう豚骨魚介です。まあ、ね、まあ、食べてみてなるほどって思ってみてほしいっていうだけ、うん、そうですね。でこれさ、まあ、キヨにも行ったことあるかもしれないけど、はい、あの当時僕2005年か、はい、6号オープンしたのが、はい、あの時僕の中で豚骨魚介っていうジャンルのもう最終形態だと、これが、あ、6号が、うん、っていうつもりで作ったんだよね、はいはいはい、まあ、結果的にはそうなんなかったっていうか、まあ、その後に六輪車がオープンして、はい、結局まあ豚骨魚介ってジャンルのね最終形態を作ったのが六輪車になっちゃったんだけど、はいはい、そう、それはね僕そこの点においては、まあ、敗北したんですよ六輪車に。そうですか、うん、好みの話だと、まあ、当時僕も6人しただからジャンルとしてさ、ああジャンルとして確立させたっていう、まあそうですね、うん、ね、あれがもうね豚骨魚介の最終形態だと思って作ったんだけどさ、ね、まあ、タイミングだったりがあったと思うんですけど ねまあね、うん、まあ一応そういう、まあ、僕のね気持ちというか思いも入ってる、はい、ラーメンなんで食べてみてほしい。いやそうですね、限定にするのはもったいないぐらいのラーメンだと思ってるんで。いや、まあ、だってまあ実際お店で出してたから出してて、で人気もあって売り上げもすごい良かったから、どっかでやろうぜっていう、なんかそういう思いあります。でね、あとあの当時だって渡辺の売り上げ超えてたんじゃないかな、まあ、ちょっと僕に確かまだお客さんだったんで分かんないです、うん、渡辺よりね売り上げ良かった、まあ席数もあったけどね、まあ、あったけど渡辺より売り上げ良くて、で、まあ、閉店理由としてはね立ち退きっていうね、ビルの建て壊しで立ち退きになっちゃったんだけど、もったいないですよ。でもね本当ね売り上げ良くて人気あったからさ、まあ、お店も入りやすいっていうかおしゃれで、うん、まあ、ラーメン屋ではなかったですよね、まあ、あの、まあ、超お金使ったもん超使ったもん、券売機からお客様の席まで遠いの、うん僕がいるみたいなぐらい歩かされて、ね、で奥に製麺機置いてましたよ、ね、そう製麺機置いてる、今でも使ってる製麺機をね、懐かしいですね、うん、まあ、ラーメンの解説にはなってないですね、もうなんか思い出を思い出を語った動画になりましたけどはい、まあといっても、まあ、どんこつか、まあ、あれかさっき味見したけどちょっと重いねやっぱ。そうですね、今食べると、まあ、渡辺に比べたらやっぱ重たいですね、ドスンとくる感じ、最初一口目とか最初はそんな気にならなかったけど、やっぱ後半ね重いなって、で麺量もさ今回 200g でね、はい、多いから満腹にもなるし、食べ応えのある麺も自家製で作ってますんで、うん、ね、はい、なんで他はいいですか。そうですね、もう食べて確認してくださいと、で、まあ六号ファンいるんですよ、
僕が知ってる常連さん、うん、まあ昔、うん、皆さんに食べてもらって評価していただきたいと思いますね。あ、ごめん、あとあ、まあ、その僕食べた感じでははい、やっぱスープ重いんで玉ねぎ増しがねおすすめ。もういっぱい準備しとくんで、はい、玉ねぎ、はい、感じですかね。じゃあ下からはいお待ちしてます。キヨでしたわ。いい、それ名前はもう出さないんです。僕普通の一般人なんで。じゃあよろしくお願いします。